今日のキックオフ広島は攻守で左サイドを駆け回る父高明選手がスタジオ生出演。レジーナは前回王者浦和にアウェイで勝利、クラブ初の4連勝でWリーグカップ決勝進出。上位追撃、首位ヴィッセルとの戦いの模様はこの後すぐ。キックオフ広島。明治安田生命 J1 リーグ第27節、ここ4試合負けなしと勢いに乗るサンフレッチェが対するはタレント軍団の首位神戸。前半5分、父のパスをマルコスがヒールで落とし、ビエイラとのワンツーからシュート。開始早々にチャンスを作り出します。いや惜しかったですね、惜しかったですね。その2分後、右サイド中野がドリブルからクロスを送ると、ファーサイドの七がネトラップからボレー。七選手、これがサンフレッチェ加入後初ゴールでした。いかがですか。いや中野が素晴らしいゴールくれましたね、これ。まあ、気持ちよかったんじゃないですか。いやスカッとしましたね。ネトラップからなかなか難しいシュートだったと思うんですが、見事に決め切りました。サンフレッチェが先制します。12分、コーナーキックに合わせたのは荒木、うまく流し込むも相手のゴールキーパーの好セーブに阻まれます。30分、中野のパスを受けた満田のクロスに加藤。まあ、あの満田選手のクロスも、素晴らしかったですけど、まあ、やはりこう加藤選手のポジショニングの良さと、まあ、あとねしっかりとヘディングもこう叩きつけて、はい、まあ、お手本のような、ヘディングシュートでしたね。はい、サンフレッチェ大きな追加点を得ます。その後は神戸の攻撃をサンフレッチェ自慢の守備陣が完全にシャットアウト。3試合連続でクリーンシートを達成、ホームで大きな勝ち点3を獲得しました。まあ、攻守にわたって貢献することが僕の仕事なので、まあ、今日は点も取れて無失点に抑えられたので良かったと思います。本当に優勝諦めてないので、まあ、そこを狙って次の試合 もう勝つだけですね、はい、こんばんは、ボーボー、キックオフ広島です。さあ小林さん、はい、首位神戸相手に快勝でしたね。いやもう本当に気持ちのいい勝利になりましたね。そうですね、本当に圧倒したなと、はい、まあ、そういう90分でした。はい、はい、そしてこのタイミングで素敵なゲストにお越しいただきました、はい、サンフレッチェ広島父高明選手です。どうぞよろしくお願いします。かなりこれはいいタイミングで、タイミングがバッチリだったんですが実はですね、生出演が決まっていた中での加入後、初ゴールということになりました。持ってますね、七選手。いやネタを作るために頑張りました。いやありがとうございます。いや、VTR でも振り返っていただいたんですが、改めてこのゴールなんですが、いかがでしたか。いや中野がいいところにボールを送ってくれたのと、はい、まあ、中に入る人数が多かったので、まあ、その点が良かったかなと思います。小林さん、なかなか難しいシュートですよね。そうですね、本当にまあ、右ワイドの、中野選手がクロスを上がるタイミングで七選手も、ボックス内に入ってましたし、はい、まあ、少しでこう胸トラップが上に、ボールが行きましたけど、まあ、しっかりと、抑えの効いた見事なシュートでしたね。はい、はい、七選手、まあ、首位神戸相手に先制点、非常に大きなゴールだったと思うんですが、いかがですか。いや大事な試合だったので、その中で、まあ、いい時間帯に点も取れましたし、まあ、素晴らしかったですね。もしかしたらといったところですね。素晴らしい試合でしたね。はい、ありがとうございます。さあ、七選手なんですが、インスタグラムに料理の写真をたびたびアップされていらっしゃるそうなんですけれども、料理を作るのってお好きなんですが、こちらですね。まあ、好きっていう感じじゃないですけど、まあ、簡単にできるんで、はい、低温調理器使ってボニックってやつなんですけど、はい、まあ、置いとくだけでできるんで、はい、まあ、料理してるっていう感じでもないですけど、まあ、やらせていただいてます。やっぱりこれは自分の体のことを考えて。そうですね、まあ、バランスよく食べるようにはしてるんで普段も、まあ、その点これボニックはもう楽なんで、はい、作るのが
助かってます。ボニーク今ねだいぶ宣伝されて嬉しいと思いますけども、ね、なんかこの中でもお得意な料理というか、はい、一番得意な料理ってあります？得意な料理って言っても置いとくだけなんで、うーん、何が得意とかないですけど、はい、まあ、鶏肉とかめっちゃ美味しくできますし、うん、かぼちゃももうトロトロに仕上がるんで、皆さんぜひやってみてください。はい、こうですね。こういったことまでしっかりされているっていう、はい、ちょっとストイックさもね。そうですね。なかなかね選手がこう料理を作るっていうのはなかなかないことだと思うんですけど、はい、まあ、こうやってね自分の体もしっかり考えながら、うん、栄養バランスをねしっかりとっている選手は本当にストイックですね。そうですよね。ね、さあそしてですね、うん、最近七選手はゴルフを始められたということなんですけれども、なんと初ラウンドでバーディーを取られたそうです。その映像があります。こちらご覧になりますか、これこちら七選手の初めてのゴルフで初バーディーパットの映像です。貴重です、この映像。結構距離ありますね。はい、そった、おお、決まった。すごいんですよね、これ見事なバーディーでしたけれども、かなりはしゃいでますね。いや本当はもうグリーン上で走ってすいません、ゴルフのファンの方すいませんでした。いやそれぐらい素晴らしいパットでした。なんかあの先ほどの神戸戦の先制ゴールよりも喜んでないですか？いやそんな感じします。嬉しかったっすよこれは、ね、いやでも本当にこれ初めてのゴルフでの初バーディーパット。そうですね、やっぱり喜びが湧き出てきちゃいました。そうですよ、はい、結構長い距離ありましたけど、ね、風もあったんですよね。あ、風もあったんですか、はいはい、うまいこと、はい、球がカップに向かってくれました。ラインを読むっていうのはこれサッカーと通ずる部分でありますか？ないですねやっぱりないですね。ないですね。はい、でも七選手って言いますと普段はですから左利きでサッカーされてますけども、はいはい、ゴルフは右なんですね。ゴルフそうですね、あのクラブが右の方が多いって、あ、はい、聞いてたんで、はい、だからもう右で始めて。そうですね、でもそのやりづらさっていうか、いや最初はなんか違和感ありましたけど、もうやっていくにつれて全然違和感なく、うん、バーディー取れるまで成長しました。いやー小井さんね、さすがに本当にね素晴らしい才能の持ち主だなという感じがしますよね。いやもうあの喜び方が本当に、はい、あの神戸戦より喜んでたなっていうのが、ね、まあ、見え隠れしてたので。そうですね、はい、サッカー選手に何聞いてんだっていう感じもしますけれどもね、はい、今後もですね、サッカーの活躍も期待したいと思います、うん、さあ続いてはレジーナです。 WE リーグカップ決勝進出をかけた大一番、結果は毎月最も作れたゴールを表彰する明治安田生命 J リーグコナミ月間ベストゴールに、8月19日の川崎戦で飛び出したマルコス・ジュニオール選手の衝撃的スーパーゴールが選ばれました。マルコス・ジュニオール選手おめでとうございます。WE リーグカップグループステージ第4節、勝てば決勝進出が決まる前回王者浦和とのアウェー決戦は後半3分、小川のコーナーキックを佐山が落とし、最後は柳瀬、待望の WE リーグ初ゴールでレジーナが先制。するとその5分後、フリーキックのチャンスに小川、完璧なコースに蹴り込み浦和を突き放します。その後アディショナルタイムに1点を返されますが、リードを守りきったレジーナ、グループステージ4連勝で WE リーグカップ決勝進出を決めました。やっとですね、ちょっと長かったですけど、まあ、ここからチームを助けられるような存在になりたいかなと思います。次のジェフの試合も必ず勝って全勝して自分たちで決勝に行きたいと思います。小井さん、レジーナ見事決勝進出決めましたね、うん、そうですね、あの、特に、まあ、浦和レッズレディースに、ね、はい、勝利しての、まあ、昨年の覇者ですから、うん、まあ、その相手にしっかりと勝利して決勝進出を、ね、決めたというのは非常にこう価値があるかなというふうに思いますね、はい、次は、まあ、もう1試合あって決勝戦ということになりますけれども、はい、カップ戦の決勝戦、大事なことはどんなことになりますか？まあ、やはりプレッシャーかかると思いますけど、はい、まあ、いつも通りこうプレーできるかどうか、うん、まあ、そこが重要かなと思います、ね、そうですね、はい、決勝戦は10月14日です。みんなで応援しましょう。
さあ番組最後は浩司さんの一押しシーンを紹介するこちらのコーナーです。浩司さんお願いします。はい、今日の一押し、今日の部長氏は七選手の先制ゴールです。まあ、右のウィングバックの中野選手のクロスを、ね、はい、見事に胸トラップでコントロールして、まあ、この落ち際を、ね、しっかりと抑えの効いたこれシュートで決め切りましたけど、うん、はい、まあ、やはり、ね、しっかりとこのコントロールした後にボールを、ね、しっかりと見て、うん、まあ、ミートに心がけた、ね、素晴らしいシュートでした。いや素晴らしいゴールです。何回見ても七選手、ね、興奮しますね。打ち圧ですね。打ち圧でした七、まあ、選手の先制ゴールもあって追加点、そして、うん、忘れてはならないのは守備陣も3試合連続クリーンシートということで、ね、さんいかがですか。あのチーム全体の守備は機能しているんですが、はい、まあ、やはり最終ラインの3枚、うん、荒木選手、塩谷選手、はい、佐々木選手も非常に良かったですし、うん、まあ、この右の中野選手、左の七選手もね、はい、やはりこう1対1に強いですから、うん、本当にこう攻守のバランスが、まあ、いい状態かなというふうには思いますね、うん、はい、うん、また連勝を伸ばしていただきたいと思います。さあサンフレッチェは週末はアウェーで京都戦です。まあ、いい形でいい勢いに乗ってますけれども、次節に向けてまた連勝を決めてほしいですね。もうこの、あの連勝を、ね、続けて、はい、あの優勝争いに、ね、加わってもらいたい。そうですね、はい、さあそして七選手、そのアウェーでの京都戦に向けての意気込みをお願いいたします。まあ、上位陣も詰まってきているので、まあ、僕たちは勝つために 100% 以上の力を出していければと思います。はい、今日は七選手にお越しいただきました。ありがとうございました。